とお母様はいつ戻られますか？もう少し先になるらしいの。そうですか。わしには本当のことを伝えることができなかった。気づいておったのじゃ。サソリは両親の死を。サソリ、元気してるか？俺もいつかおめえの傀儡ぐらいすげえって言われる忍びに。おい、返事しろって。あ、わざとじゃないぞ。悪かったよ。でも俺の扱いもしかして人形以下か？依頼しておいた傀儡の納期を早め。カラス、クロアリ、サンショウウオ。依頼書通り造形完了。人形の毒をどうするか、それも聞いとけって言われたんだ。希少薬草ばっかじゃんこれ。だよな。じゃあ行こうぜ。伝言伝えて。塩婆様、サソリからお願いがあるんだ。配合比率がわからんと何とも言えないが、お主のことじゃ問題なかろう。医薬部には話をつけておく。その年で立派に里の役に立ってるんだもんな。塩婆様も鼻が高いだろう。私、こんな時間まで何してるの？心配するでしょ。だからやめろって。サンキュー、サソリ。聞いたぞ、任務で怪我をしたというではない。でもね。なんと、傀儡の腕を。もともと俺の体だったみたいなんすよ。仕込みの毒を自ら食らうとは。サソリは。治してください、治してください、治してください、治して。魂だって治せるはずでしょ。返して。痛ましい事故であった。サソリにとっても唯一と言っていい友じゃったのに。思い過ごしであってくれればよいが。サソリ、何をしておむしちゃった。